中央の最も高いビルがセントラルプラザセントラルプラザのメインエントランスセントラルプラザは香港の香港島北部にあるワンチャイ地区に位置する超高層ビルである。所在地は中間ではない。高さ374メートル、地上78階で1992年8月完成から1996年までアジアで最も高い超高層ビルであった。セントラルプラザは 香港東北部のワンチャイ地区に建設され、イギリスの植民地時代の1992年に完成した。現在のワンチャイ地区のビクトリア湾沿いに広がる区域は、すべてが埋め立て地であり、新しく造成されたものである。ワンチャイ地区は、山側から古い外区が広がり、何本か通じる東西の大通りを境に、街の年代が異なっている。セントラルプラザはこの先端に位置し、 香港でも新都心として開発された比較的新しい土地に立っている。セントラルプラザは香港の大手不動産会社である新大取吉さんなどの手によりテナントオフィスビルとして建築された。2003年に中間地区に建てられた国際金融中心第2期が完成するまでセントラルプラザは香港で最も高い超高層ビルであった。1996年に 中華人民共和国、関東省の新鮮市中心部にある、ノブオキ広市場に建てられた、地方大化が完成するまで、アジアで最も高い超高層ビルでもあった。構造部では1998年、マレーシアのクアラルンプールにペトロナスツインタワーが完成するまで、鉄骨鉄筋コンクリートの超高層ビルとしては、世界で最も高い建物であった。 現在でも、香港を象徴するビルの一つであり、非常な高さゆえ、ビクトリア湾を挟んだ対岸の急流地区からも望むことができる。建物の最上階には、教会があり、世界で最も高い場所にある教会となっている。香港最大の展示施設である、香港コンベンションエキシビションセンターとも隣接し、近隣の建物とは概ねペデストリアンデッキによって、つながっている。 夜間にはライトアップが施され、建物上部の先頭には時間ごとに変化するイルミネーションが灯る。展望施設は設置されていないが、46階がエレベーターの乗り換え用フロアとなっており、一般の人でもそこから景色を眺めることができる。ありがとうございます。